はい、こんにちは。ソニーショップテックスタッフの店員佐藤です。今私は札幌のモイク札幌というビルの、7階にある屋上庭園に来ております。今日これからですね、今、時間10時なんですけども、これからソニーストア札幌さんが11時に移転オープンするということでお邪魔しに来ました。かなりの1階はすごい賑わいになっておりました。どんな感じでオープンするのか、かなり賑わってると思うんですけども、様子をレポートしたいなと思います。ちなみにこちらはですね、モユクスカイガーデンという、23時まで誰でも入れる庭園になっています。今誰もいないんですけど、昨日の夜も来てみたんですが、割とここ普通の公園みたいな感じで利用されてるみたいで、なかなかいいところですね。ソニーストア札幌の入っている3階で商品買って、こちらに上がってきて、開墾レポートをしちゃう人とかっていうのが続出しそうな感じがします。では1階に行ってみます。あ、違う、3階に行ってみます。今日は銀座の山を応援してますので、